伝統的な木造工法 A イコール、両 B イコール岩 C イコール柱 D イコール床、両 E イコール使いし抜きとは、木造建築で、柱等の垂直材管に通す水平材。日本には、鎌倉時代の旬のり、膨張源が中国から大仏殿建造のための最新技術として伝え、その構造の強固さから急速に、日本全国に広まった。木造建築では、 水平方向の固定に用いる。壁、床下の補強などに使われている。小屋組の場合は、小屋筋替や、触れ止め、がほぼ、同じ役割を持っている。壁、主に新壁に使用される抜きは、柱を貫通させ、くさびで固めることにより、柱の曲げ体力を建築に加わる、水平力に対する抵抗要素とする働きを持つ。多くの場合、抜きは、 円直方向に長い長方形の断面形状をとる。よく似た役割を持った建築材に投げ石があるが、投げ石は柱の外側から釘で打ち付けるものであるのに対し、抜きは文字通り柱を貫通するところが異なる。ただし、現代の使用方法では床下のが柄み管のように柱や束を必ず貫通するものとは限らない。建築物以外にも、 神社の鳥居やテーブル、椅子などの家具の足の部分にも用いられている。ありがとうございます。